はい、本日も第三国志やっていきたいと思います。結構ね、2日目なんですけども、まあ内戦の方はある程度進みまして、いろいろちょっと変化がありましたので、そちらの報告っていう形で、やらせていただきます。まずですね、ごめんなさい、操作がね、あれなんですけど、まず内政から始めます。今城5まで持っていきました。城5のアップグレードも終わりますね。もう完了しますけども、何をやったかと言いますと、前回の放送で、土地3まで取得できました。まあ、1個だけですね、ここだったかな、あの1個だけ、取得したと思うんですけど、あのその後同じ部隊で、まあ、何回か、あの時3回ぐらいやったんでしたっけ、あの何回かですね、事故りまして、事故りながらも徴兵して、なんとかですね、まあ、レベルも上がりつつ、土地さんの数を増やしていったっていう感じです、単純にね。で、土地2の、土地レベル2ですね、レベル2の土地をどん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 廃棄していって土地さんに塗り替えるっていう作業をしています。で、それによってですね、収入が上がるというのと、あとは、勢力値が上がるという形なんですけども、収入はご覧の通り、前まではですね、前回昨日までは1000いったねっていうぐらいだったんですけど、今も3000あるという感じです。まあ土地産を延々と、まあ増築ってわけではないですけども、増やしていくというような感じで土地産まず、取得していったと。それとともにですね、このラインを使ってですね、まあ、トンデンは周辺の、この、真ん中の周辺の、隣接しているですね、マスの資源全部ですね、影響するんですね。で、中心値は 100% で、周りが 10% だったかな、なんですよ。なので、周辺にね、占領した領地が あればあるほど、他の資源が手に入るので、なるべく、ある場所を選んでトンデンしました。で、ここにトンデンを、この精霊が尽きるぐらいまで、尽きるぐらいまでですね、本当にね。寝る前に、後に、ある程度、トンデン行ってたじゃないですか。で、あの後も起きてから、永遠とトンデンをしてます。もう、精霊が1になるまでかな。ずっとやってました。っていう感じでやっております。土地今余ってる。あ、1余ってるな。はい。で、やっていって、トンデンで石材をね、増やしていきました。で、もちろん任務もあったんで、任務、どれが報告できるかっていうのを考えながら、その任務に従ってですね、建物をアップグレードしていってます。ね、この辺は後かな。どっちかっていうと、この辺中心に、考えて、アップグレードしております。はい。で、アップグレードで鉄と木と食料が手に入る。石が足りなくて、石を飛んでしまくって、なんとか3万ですね。3万ちょっと。3万2000だったかな。まで、増やして、アップグレードしまして、今、ちょうど、あれですね。なりましたかね。5になってます。ね。で、5になった。まあ、今、こう、アップグレードしてる最中に、まだこの倉庫とか10レベルじゃなかったんですね。まあ、ここも5レベルだったと思うんですけど、この辺を全部7レベルまで持っていってます。ね。で、ここも10レベルまで持っていってます。多分これ任務のね、とこなんですね。あとは、ここあと3にすれば任務全部終わるのかなっていうところです。これも1にしたので、任務は完了しております。っていう感じ。まあ、攻撃所作るかどうかはちょっとわかんないです。これね、これを消費して攻撃所作るかどうかですね。はい。食料が余ってくるから食料売ってもいいんだけど、まあ、それも必要ないんだなと思います。収入を、で調整すればいいから。っていう私の考えです。攻撃所は作る必要はなくて、収入のバランスで、頑張ってね、コントロールするっていうことをやろうかなと思っております。で、その後ですね、トンデンを、精霊1までやったら、やり終わった後とともにですね、これ。ここね、もうちょっと早くね、建てればよかったかもしれないです。この施設をレベル3にして、3つ目の舞台を作りました。で、3つ目の舞台で、あ、それはもう多分前回の放送でやってたかな。3つ目の舞台で、トンデンをして、
あ、前回はやってないな。2部隊でやってたもんね。3部隊目で屯田して、シュシュン先生のところで、レベル上げをするっていうような、回し方をしてました。途中からね。ちょっとね、時間もったいなかったですね。で、今はもう2つ、もう精霊が溜まるっていうか、その日付が変わるまでとかっていうラインで、ちょっとやってます。2つとも同時にレベル上げしてるんですけど、まあ、こっちはね、近接で牙でっていう、その先行なくても、先行取れるような舞台で行ってますけども、まあ、どのぐらい入ってるかわかんないです。68とかですね。牙の舞台だけで行って成功した例が、この辺とかは、純育とかは224とか入ってますけど、まあ、おまけですね。もうほぼほぼね、うん。まあ、ないよりマシっていう感じで、この時間を使って、なるべく、他の、まんべんなくというか、他のね、メインに使うとか、組む予定のある武将を、どんどんレベル上げをしているという状況です。で、例えば、土地1とか、今、これからやるんですけど、ここ取りたいので、ここに出陣するんですけど、これ2マスルールだったら、ここ行けないんですけどね。まあ、全然動いてないんでいいと思うんですけど、ここ行って、取りたいんですね。なので、メイン舞台ではなくて、こっちの方で取りに行きます。まあ、体力温存ですね。っていう感じに使ってたりとかします。もう、精霊が溜まってきているので、トンデンに向かいます。本当はですね、土地4取得までちょっと我慢したいんですよね。なんですけど、ちょっと我慢できない状態になってきたので、先にトンデンをしたいと思います。で、鉄が、二つあるところって、これかな？あと固まってるとこってないかな？ないね。こっち側は鉄ないんだよね。これ全部石なんだよね。石のトンデンにはちょうどいいですね。あとここ。ここは、鉄が二箇所だな。ここでやれば、ああ、ここですね。じゃあ、ここでトンデンします。一回トンデンした方がいいですね。あと48分で。日付変わっちゃうんで、この精霊を買います。60で。3つ買っときます。で、19にして。で、トンデン、トンデンしますね。っていう感じで。で、時間、残りの時間とか、見ない時間、ゲームができない時間を考えて、精霊残していきます。なるべく土地音で行きたいなというところなんですけども。まだね、土地音はいけないです。この舞台じゃ。11レベルになりましたけど、まあ、13レベルぐらいまで上げないとちょっと厳しいなっていう感じです。なので、ちょっと、今は、控えております。ちょっと、もうちょっとレベル上げた方がいいんじゃないかなと思ってますね。さすがに土地音がね、6600とか兵力あって、多分持ちこたえられないと思うんですよね。舞台じゃ。ちょっと難しいんじゃないかなとは思ってます。はい。今、コスト上がったんでどうしようかなってところですね。コスト上がったんで、まあ、いろいろ考えたんですけど、各所を入れる予定だったんですけど、ここにね。で、銀兵、あんまりそんな火力ないんですよね、正直。で、夫人の方が火力がある、ダメージ出てるので、夫人は残しておきたいんですよ。で、各所を持ってきたら、まあ、結局同じことでしょ。で、同じ構成になるから、1.5 にしたいなっていう感じで、回復あったらいいな、みたいな感じなんですけど、各所入れて防御力上げてもどうなんだろうっていうのがある、ですよね。なので、今考えてるのが、今レベル上げちょいちょいしてたんですけど、まあ全然足りないですね。時間が多分足りないと思うんですよね。レベル10までは上げられないと思うんですけど、一応リジュをレベル上げるっていう策と、まあ、コスト2ですね。コスト2を入れていく。いや、2.5でいく。まあそんな多分ね、2部隊も3部隊も作れないと思うので、あれなんですけど。で、捨てちゃったっていうか、先方にしちゃったのが悪かったですね。これ3年取っとけばよかったですね。これ 1.5 なんですよね、コスト。なので、この回復持ってるんで、準備なしの。これを持ってって、まあ、落雷とか持たせて、まあ、落雷持たせてないか、断金か。断金ここにはめて、持ってってもいいかな、と思ってるんですね。よいしょ。入れ替える。
ってことですね。これと、あ、上限か。あと21分ですね。レベル、あれだ、レベル上げしとこう。もうあれだな、徴兵しなきゃダメだ。はい、っていう感じです。で、まあ回復がいないので兵損結構多いですね。結構あの鉄がやっぱ足りないくなってきますね。鉄が全く足りなくなっちゃうんで、よいしょ、ちょっと厳しいな、厳しいなっていう感じになってきてます。で、今任務を開けていきます。ちょっと開けるのを、あの、休んでたっていうか躊躇してたの で開けてって、で伐採とかもやっぱレベル7でしょ。レベル7で来てるから、レベル7まで上げないといけないという感じになります。これもレベル7まで、レベル7まで上げていきます。これもですね、鉄が足りないんで本当は鉄上げたいんですけど、これね、鉄ガンガン上げていってもいいと思うんですけどね、ここね。あとは、これを目指さなきゃいけない。石材が12万5000、12万5000、レベル6で12万5000で、最終的にレベル7なんですね。レベル7が一番肝で、この兵なんですよね。で、レベル7はちょっと、無理です。主上1個じゃ無理なんで、分譲さっさと作っちゃった方がいいのかなって気がします。倉庫10で、なんとかギリギリ作れると思うんですね、これ。っていう感じなので、まあ、面明け後かな。面明け後に6いければなって思ってます。うん。12万って結構、しんどいですからね。よいしょ。っていう感じです。やっぱ鉄足りねえな。で、まあ、くるくる回ってるのと、あとは、収入が上限いくかもしれないんで、一応保留。で、これも上げていきたいんですけど、ちょっと時間、ね、当然使うのもったいないんで、ほっときます。これが7で、これも7にします。で、これは3、3にしていきます。って感じです。あと、これも、開けられるけど2体にする必要がないっていうか、2体にしても結局徴兵の資源が足りないので、今の、状態のまま、白6まで進めていきたいっていうのと、同時並行で、レベル上がり次第ですね、レベル13ぐらいになり次第、土地4の方ですね、行きたいなと思ってます。はい、1枠増えた、目線が増えました ね。これが、銅線しか手に入んないんだ。資源よこせよ。資源くれよっていうね。いずれか一つ建設。これに建設しても、資源が手に入らない。ね。っていう感じです。あと、資源でこれ残しとこうかなって感じですね。はい。ちゅう感じでございます。以上ですね。あとはもうずっとレベル上げしてます。これ、面戦時間がね、なんだ、終わるまでは、頑張って、これですね。これをずっと続ける。このレベリング、土地後レベリングをずっと続ける。明日も、あと24時間、24時間、ぶっ続けは無理なんで、休み取ってないですからね、明日仕事なんで、仕事行きながらですね、ちょいちょい、もう全然、多分、往復できないですけどね。できないですけど、まあ、頑張っていこうかなと思ってます。飛んでんです。行ってください、と。はい。っていう感じでございます。本日はここまで。次はね、土地4か、それとも白6かに上がるときにまた、録画したいと思います。では、失礼いたします。はい。本日もですね、第三国志やっていきます。今回もですね、報告だけになりますね。まあ、いろいろやってまして、前回はですね、前回の動画では、城が5だったんですけども、今6になっております。はい。6にしました。12万ですかね、の石と、まあ、4万、かな4万ずつですね、木材と鉄ね。任務報告ですね、土地じゃないや、この辺の7レベルに関連のですね、報告による資源の収入によってですね、木材、鉄材、
石材をある程度こう貯まったんですけども、6万ぐらいまで貯まったかな。それと、トンネ、もう精霊を使い切るというですね、ことで精霊を、まあ、3回、極譜でですね、増やして、ね、精霊を増やして、トンネ全部使い切り、全部石と、全部石ね。全部石、レベル3の石の、トンネで、12万まで余裕で持ってきました。で、城を6にするまではほとんど何も他アップデートしてない状態で、資源待ちしてました。で、まずは城6にしようということで、城6にしてます。で、その間にですね、面戦のその駆け出し、要は、体力がですね、消費が半分になるとか、あとは、なんだ、あと重傷か、重傷が1分で終わるとか、まあ、そういった特典があったんですけども、まあそれ今終わってますが、その特典中に、まあ構成的にはですね、まあこういう構成ですね、シュシュン先生と順位、まあ上げたい人とシュシュン先生で、組んでですね、土地後もしくは土地用に投げるというような感じで、まあ、土地後もね、先行持ちとかいるんですよ、舞台の中ではね。で、先行持ち当たったら違う場所を行くっていうような感じで、こう何回も往復も体力全部なくなるまで、なくなったらもうシュシュン先生と、シュシュン先生と育てたい部署を交代させてっていうこの繰り返しをやってました。で、やっぱり1日目初日でですね、トンデンに持って行ってですね、その後土地後のですね、出兵っていうか土地後でのトレーニングがやっぱりちょっと今回少なかったかなと思ってます。まあ、歩兵だったっていうのもあるんですね。行軍がやっぱ遅いので、やっぱ往復回数が少なかったなっていう感じがします。前回の S2 に比べると、完全にこう往復して交代させてる数が少ないなとは思ったんで、やっぱりね、レベル上がってる部隊は少ないです。ただレベル5に突っ込んでも、先行で、まあ、追撃とかすごい物理攻撃できる、武将じゃないと経験値やっぱ300ぐらいの限界で、まあ、なんだろうな、効率悪いんですよね。で、結局、土地4と取ると、連兵が5000なんですよ、1回でね。まあ、そっちの方に切り替えていくっていうことも、まあ、ありなのかなと思いますけど、まあ、できれば土地5取ってからですね、連兵したいということで、連兵せずに全部ですね、精霊はですね、トンデンにかけてるような感じになってます。で、土地6じゃない、ごめんなさい、白6にアップデート中にですね、まあ、こっちの銀兵の方をですね、銀兵部隊の方を、まあ、これ孫悠、もともと孫悠だったんですけども、孫悠、まあ、変わらないですね、前回の方と変わらない構成で、育てていって、で孫悠が11レベルになって、銀兵、夫人がですね、孫悠が12だ、13、12、13っていうようなレベル構成で、いたんですけども、城6に無理やり玉符で上げて、コスト上げてですね、中に、リジュを入れてます。でそのリジュがですね、まあ、8レベルぐらい、ただ13、8、13で、土地音いった感じになります。それまではずっとひたすらですね、ここの土地さんの、近くの土地さんでずっと往復してレベル上げをして、13レベルまで持っていきました。まあ、1回1000ですね、1000の経験値をずっと往復してて、で、まあ、兵損が少なくなってくるんですけども、まあ、最初断金で、まあ、兵損しない、しないようにですね、編成して、まあ、兵損1回の戦闘あたりに100以内かな、100以内になってきて、まあ、連続でこう突っ込ませると。で、経験値稼いで13レベルまで持っていって、で、このリジュにしたら、リジュは今度、リジュの、持ち技能っていうか、これがね、断金と同じは奥部状態にするなので、半径入れてます。半径入れて手動攻撃を防ぐというような感じの方に持っていっております。はい。
で配分なんですけど、やっぱりねまだ知力の恩恵ってまだ受けないのかなと思って、なかなか発動しないんで、なので、攻撃力を上げてます。近接攻撃力ですね、近接攻撃力、まあ、通常攻撃をちょっと上げて、まあ、少しでもね貢献できるようにということで、攻撃力を上げてます。まだもうちょっとしたら多分20レベルぐらいになるともう全然地楽の方がいいんですけど、で速度を28上げてるんで、速度はですね負けてないよね、誰よりもこの今メンツの中で一番速くしてるんですけど、本当はその敵よりも速くしたいんですね、スピードを。で土地4だったらギリギリ勝てるかなぐらいのレベル、土地3で全然余裕で勝てるんですよね。でなるべくリジは早めの方がいい、先行取った方が攻撃力とかいうよりも速度を上げて、早めにその敵を臆病にするっていう、敵の攻撃が来る前に臆病にするっていうことに特化させてます。まあ、こっちの方が安定するかな。まあ、術打たなきゃ意味ないですけど、打った時はかなり安定します。っていう感じで、設定してます。で、13レベルの時は普通に、先駆突撃、まあこれ先駆突撃と、これ残鉄入れてましたね。残鉄、準備、ありじゃなくて、準備なし攻撃の残鉄を入れてました。よいしょ。まあ、確率が 25% なので、準備ありでも複数攻撃する、しても、しかもですね、敵の防御力下げると、知力も下げるっていう技能をちょっと今入れてます。よいしょ。で戦歴、まあ、保存し、今回保存全くしてないです。まあ、そんなに保存するほどでもないかなと思ったので、まあ、初回のですね土地4はどれかなという、まあ、ここの辺全部土地3で引っ張っていってますね。よいしょ。土地さん、この土地さんって感じです、で。これも土地さん。ずっとこうレベル上げていってる。まあ、経験値上げでちょっといってるんですね。体力がもう、この辺って、21時44分だったんで。なので、まあ、終わる前に、まあ、1回行ければいいかな。まあ、並走するの分かってたんで、1回行ければいいかなと思って、終わる前に1回徴兵して、3400にして、フルで行ってます。で行って、まあ、本性の部隊が一番弱いんですけども、半径入れてればね、弱いので、ここに突っ込んだら、まあ、結構余裕で勝ったというような感じになってます。はい。余裕で勝ちました。統計見ればわかるかな。やっぱり通常攻撃がね、夫人がね、すごい、やっぱりスキルっていうか、戦法がね、通常攻撃系なので、あと先駆突撃と、重なってですね、結構出してるというような感じになってます。まあ、まあ、ダメージソース的にはやっぱりね、夫人の方がこう序盤はいいので、で、後半、銀兵レベル、まあ、20レベルで、戦法3つ目覚えた時には、一気当選も入ってくるので、ダメージが安定してくるとは思います。まあ、やっぱり、ターン序盤で倒すような、まあ、自爆隊では、にはいけないとは思うんですけど、まあ、ターン序盤で、あと、かつ、敵に弾金持ちがいないっていうのであれば、夫人は結構使えるかなと思ってます。はい。こんな感じ。まあ、これ1回目なんですけど、まあ2個目を取りに行ってるんですけど、まあ、必ずね、土地音は全部偵察しています。1回偵察して、突っ込むところを探してます。これはもう2回目以降は結構ギリギリですよ。うん。やっぱり、回復もないんで、単純に打ち合いですね。打ち合いになってくるんで、面と向かって打ち合いしてるみたいな感じになってます。並走がねやばいというような感じで、レベル上がってくるとそれがだんだんねなくなってくる。まあこれもギリギリでしたけど、今土地取りに行ってるからまあいいかなとは思うんですけど、まあ偵察しながら弱いところに、何回も突っ込むっていうようなことをやっていった方がいいのかなとは思うんですけどね。今また徴兵中です。あと55分ですね。はい、徴兵中なので、できるだけ予備兵は満タンにならないようには使ってるんですけども、まあ、部隊入れ替えとか新しい武将を入れたりとかね、入れ替えたりとかする時にやっぱ必要なので貯めてます。ある程度はね、2000ぐらいかな、いつも2000超えたらちょっと使おうかなと思ってます。で今コスト 7.5、 レベル今7まで上げれば、まあ、兵もあるんですけども、レベル7まで上げれば、コストが8になります。コスト8になったらちょっとどうしようかなっていう感じです。夫人を、各所に変える。もしくは夫人を本営にして、劉備を入れる。
多分安定するの劉備だと思うんだよな安定するのは劉備かなと思うんですよ。で、銀兵を育てたいと、今後銀兵を使っていくっていうのであれば銀兵を無理やり入れて、なんとかした方がいいのかなとは思うんですけども、布陣を抜かすとかも火力が下がる気もしてちょっと微妙。ただ近接攻撃をなんか弾筋とかで塞がれるような気がするんですよね、そっち側ね。それと当たった時に何もできないっていう武将なので、まあ、ちょっとね難しいです、ちょっとそれも考えてます。まあ、劉備、李重、夫人っていうような構成でもまあいいのかなとは思います。で、なんだレベルがまあ上がっていくっていうか、その白レベルね、白レベルが8になって 8.5 になったら、理事をですね、諸葛亮弓諸葛に変えると。で、劉備弓諸葛という形の構成、ね、かで最後に夫人が入ってくるんですけども、もう1個コスト9にすると、3までが入れられるので、その中に、劉備で、劉備と弓諸葛で、もうそこで 6.5 で 9.5 なきゃダメか、 9.5 まで上げなきゃいけないですね。 9.5 まで上げたらやっとこさで順位をそこに突っ込めるというような感じになってくるので、まあ、9.5 とりあえずコスト 9.5 がまず目標かなと思ってます。で、その弓諸葛は土地5もしくは6取ってからですね、年兵の方でですねレベル上げようと思っています。で、他、まあ、余ってくるんですよね結局。劉備がその対劉備隊っていうか、もう対ゾンビ隊の編成にするんだったら、その純育劉備、っていう感じ、まあ劉備諸葛っていう感じの形になるんですけど、まあもう一個あって、劉備弓諸葛シャマカっていう選択肢もあるんですよ。その場合、7-3で10まで上げなきゃいけなくなっちゃうんで、まあ、コスト的にどうなのっていう感じ。あとは単純に、各省劉備、勘銀兵の編成ですね。これ6で 9.5。もうこっちも 9.5 ですね。ちょっと考え方次第ですね。だからゾンビ隊、対ゾンビ隊に持っていくのか、それとも、まあ、ゾンビ隊が増えて、来ていると思うので、まあ、あえて対ゾンビを持ってきてもいいのかなとは思うんですけども、まあ、結局順位区がいれば、まあ、私の場合は技能違いないので、なんだこの花公園と組まなきゃいけないってちょっとなんか力不足な感がある。まあ、火力がちょっと不足したかな、してるかなっていう感じは否めないので、じゃあどうしようかなっていうところですね。まあ、曹操がいるので、盾はね、結構曹操各所集隊がいるので、その辺で、あと高知もいますね、高知もいますっていうような感じです。で、やっぱり砲炎を使った方がいいよと、この3人で砲炎を使った方がいいんじゃないっていう人もいますし、あとは弓職ですね。弓職はもうこの今2人しかいないんですね。あともう一人誰にするんだって話で、それがちょっとわかんないですけど、結局盾誰が必要だってなると、まあ今のところは甲冑かなっていうとこですね。甲冑での編成、まあ、弓で編成、弓と歩兵で、ね、編成するというような感じになります。で、あとは長雲ですね。長雲っていうかですね、長雲と余ってくるのは長雲だけかな今のところ。長雲しか余んないのね。長雲を攻撃スタンスにしていくというような感じですかね。長雲、長春か、各所使ってるから、周隊もあれか使ってるのか、まあ曹操が余ってくるのかな。そうすると
そうそう、花公園が余ってくるから、まあここと組んでもいいかもしれないですけどね。花公園と、あの速度速いんで、あの曹操花公園、長だと、まあ工場もあるので、まあ高速工場部隊、工場部隊もオセロ部隊が作れるかななんて思いますけどもね。でそうすると月いらないっていうね趙雲の部隊に月影はちょっといらないかなって気はするんですよね。趙雲、まあ月影が余ってくるっていうのと、そうなってくると趙春官もいらなくなるね。趙春官も多分使わないです。なので盾が足りないですもんね。そうなるとね、周隊はあのエセゴレンで使います。エセゴレンで使うので、周隊はちょっと使えない、作れない。だからそうすると月影と長春花が余ってくるんで、まあ、誰か盾やりませんかってなっちゃうんですね。誰か盾やってくれませんかってなるんですけど、あのこの2人で組む場合ってもう結構防御弱い弱いなんで、兵損やばくなると思うんですよね。なのでまあそれぞれ分けてね、組んでもいいかななんとは思いますけども、まあ、あの星4と合わせてねちょっと組んでみても面白いかもしれません。あとは婦人が余ってくるのでどうしようかなってとこですね。まあ、逆に騎馬で組むんだったらもうここに花公園のところに組み込んでもいいし、まあ、単純に花公園、まあ、花公園の 70% も結構でかいんだよなっていう感じでもいいのかな。あとはもう長春花と曹操を合わせるからですね。なかなかちょっと編成的にはちょっと迷うところです。獣医が帰ってきてるね。もうあれはいらないな。まあ、この中でもこの重傷がね、結構時間かかる中でもね一発ずつあのぶち倒してきます。でまあ徴兵がやっぱ厳しい。もう米がもう足りなくなってきちゃうもんね。米が足りなくなってきたけど、ここ総市長を上げてます。上げて、レベル上げて、まあ、この第2部隊を3人にするというような感じで考えてます。まあ徴兵が間に合わなくなってくるんで食料の収入を増やさなきゃねっていうところに今陥ってます。なので、まあ、土地温の、場所をですね、まあ、米をちょっと増やしていこうかなと思ってます。で、今もう、木と、鉄と、石は取ったので、これに石ですね。石取ったので、あとは、米を、今これ3つあるんです、実は。3つもあるんですよ、ここに。なので、米はいくらでも増やせるというような感じになってます。よいしょ。で、ただね、近くにね、木のレベル4がない。離れたところにあるんですよ。なので、まあ、これどうするかな。木が多分今度不足してくるんじゃないかなと思うので、木を補填しなきゃいけないですね。まあその辺でちょっと今悩んでおります。まあここもありますけどね、ちょっと遠いんですよ。要塞取りたいですけど、はい、ちょっとまだレベルが足りないかなと思いますので、様子を見ながらちょっと進めていこうかなと思います。で当面の目標は木、鉄、石を集めてですね、まずは先に倉庫をレベル上げしていくということです。倉庫をあと2レベル上げてですね、こちらの方で277,500をなんとか、2レベルじゃ足りねえか、もうちょっと倉庫上げなきゃいけないですね。もしかしたら時によっては分譲を作るみたいな感じになってくると思うんですけど、まずは城7をちょっと目指していきたいなと思ってます。まあ、あとはまったりですね、進めていこうかなと思ってるので、まあ、しばらーくこう地味ですよ。地味な感じで。こっちはこっちで土地温を攻めまくって、レベルを上げまくると。まあ、レベル20まではとりあえずはね、土地温でいきたいなと思ってるので、まあ、頑張っていこうかなっていう感じでございます。はい。はい。それでは本日も、第三国志ですね、やっていきたいと思います。今までの、経緯ですね、を説明するような感じになります。今どんな状態かと言いますと、城が7まで行ってます。城7までレベル7まで行って兵をレベル上げしているというような状況です。で一応土地郷もですね、占領することができております。まあ結構厳しいような感じでございますが、ちょっと説明していきたいと思います。
まずですね、舞台なんですけども、今2舞台になってますが、1舞台、このような形になってます。7.5 の時はですね、まだ、ですね、これですね、夫人とですね、夫人を入れた状態での、夫人と、よいしょ、銀平と、理事ですね、っていうような、組み合わせでね、組んでました。それはコスト 7.5 ですね。白6ですかね。白6までは、前回の、動画でね、資源をトンデンで貯めてという話をしました。で、土地4ですね。土地4をちょっと攻略してまして、土地5行ってなかったですね。で、土地4をずっと永遠と増やしていったんですけど、まあ、土地4でもですね、並走かなりしてまして、まあ、組み合わせの問題っていうか、まあ、武将の回復いないっていうのもあるんですけども、まあ、かなり並走が結構厳しい状態ですね。どれだろう。まともな戦闘は、これかな？この辺とか土地4なんですけども、土地4でもね、まあ、17、15レベル、12レベルっていう段階で、土地4でもこんな感じで、並走しまくっている状態なんですね。でこれなんとかしたかったんですけど、まあ回復がいないということで、まあ侵略がいないというような、侵略いるとね、1000ぐらい回復するんですけども、いないので、どうしようもないですね。あ、これですね。これがコスト7の時の、あれです。戦闘です。まあ、正直、各所を入れた時よりも、兵装ないんですけども、どっちかというとこっちの方が火力があるので、まあ、土地用に対してはこっちの方が強いかなとは思ってたんですけどね。土地後とかなってくると、やっぱちょっと耐久性があった方がいいのかなってことで、ちょっと組み合わせ変えたんですよね。この辺とかもかなり並走してます。っていう状況でですね、先にですね、城、土地4を攻略しながら、並走するんで兵を回復しつつですね、石がある程度溜まったので、まあ、トンデン、ずっとトンデンしながら、この精霊を、あまり溜めないようにして、トンデンしていてですね、まあ、石材、まあ、特に石材ですね、石材をメインに、トンデンして、徴兵せずに、1日徴兵せずにいて、城7に先にアップグレードしました。で、アップグレードして、組み合わせを変えて、ね、アップグレードしまして、まあ、ほぼほぼ城しか上げてないんですけど、アップグレードしまして、組み合わせを変えました。で、今、この現状ですね。現状、この舞台。夫人と劉備の舞台ですね。夫人と劉備の舞台と、こちらの銀平の舞台の2つ用意しまして、土地後に挑んだというような感じになってます。で、土地後の初めての土地後はどれかな？まあ、もちろん、兵、城なのにしたんで、兵も上げていっているんですけども、まあ、こちらですね。こちら、土地号ですね。土地号に行ったんですけど、まあ、ちょっとやばいなと。各所もやられてて、結構やばいな状況になってます。やばい状況になってたので、もう一つ部隊を組んでですね、こちらで、まあ、9レベルだったんですけど、まだね。2発目をね、叩き込みました。そしたら、全然いけたんで、っていうような状況で、まあ、土地号連発でいけるほどですね、軽くはない。いい状態なので、一回行くとかなり並走するという感じですので、まあ、だいぶ、あれですね、警戒しながらっていうか、一回行ってすごい休憩してとかっていうような感じになりますね。これが、あれかな、月影。まあ、どうしてもやっぱり土地、これ要塞だね。要塞をもう、全然、勝てないですね。要塞勝てなかったですね。全然ね。こんな感じになっちゃいましたね、要塞はね。要塞もなんとか2往復ですね。2回行ってなんとかあったかなって感じですね。で、夫人が土地4行った時に、まあ、これ強い、バージョンの構成ですけど、それでもやっぱ半分並走するのは結構きついなと思います。
まあ、あの主人以外のですね、部隊が弱いんで、仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、はい、敗北しちゃってますけどね。これ要塞ですね。要塞で敗北してます、ね。で、要塞手に入れまして、土地5をですね、これ土地4ですね。土地4で、レベル上げしつつってことですかね。これも土地4です。こいつらの方が兵装少ないんじゃないかなとは思うんですけどね。これも土地、これ土地5ですね。土地5を一人で行ってます。まあ、それやっぱ半分ぐらい減っちゃうんで、どうしてもね。合流の回復量がやっぱ足りないですね、全然ね。リジュが先に死んじゃうって感じなので、まあ、ちょっとまだ厳しいかな。ポンポンポンとはいけないですね。あの、組み合わせによってはパコンといけるみたいですけども。そう、もうそろそろ、兵も上がってきたということでね、レベルも上がってきたので、あとは、月勢じゃねえや、銀兵がね、20レベルになったことで覚醒できたんですよね。覚醒できたのは結構大きいかなとは思います。はい。まだまだ、土地後に関しては、だいぶ並走するような感じなので、ちょっとまだね、安定しないです。しばらく、兵とか上げつつですね、レベルを上げて、まあ、全部20レベルになって、全員がね、覚醒すればまた全然変わってくるので、その辺だと思います。で、まあ、常にですね、訓練をしていくというのと、兵を上げていくということが必要になってきます。これですね、ポチッと、これ必ず上げていかなきゃいけないということですね。で、木材かな。今、収入的には木材をとりあえずは、訓練していこうかなと思います。よいしょ。食料はもう十分なので、食料ね、一回なんだっけ、塩分ですか。塩分の方も、困難の方やってます。困難の方にちょっと挑戦してみたらいけたので、全然。これですね、困難です。困難で行って、どれだったっけな、これかな。ああ、これですね。これが一番最後のやつだったんですけど、まあなんとか全然勝ててると。まあこの組み合わせですけどね、これ理想なんですよね。次の、白レベル8になったら、この組み合わせできるとは思うんですけど、まあこれではいかないかな、どうなんだろう。一応この組み合わせができると。まあ、火力重視ですね。ね、各所のスキル変えれば、ちょっとまたいけるんじゃないかなと思うんですけどね。って感じです。困難もいけちゃうよということで、結構、収入入るようになってきたので、あとは土地号をひたすら増やしていくと、ひたすら増やしてもとりあえずレベル20にして、で動線稼いでっていう感じなんですけど、まあこれね、私ね、なかなか行けないです。あの近くに全然なくて、この辺とかあるけど遠いんだもん、遠いんだもん、これ行けないですよ。この土地余ってないです、そんなにね。まあ行ってもいいとは思うんだけど、行くと行きますよみたいな感じなんですけど、ちょっとまだね、ちょっとマラソンとかはちょっときついかな。まあ、トンデンさえ全部終わらせてしまえば、あとこれね、この部隊を移動部隊にしちゃって、この土地取り部隊にしちゃって、バコを行ってもいいとは思うんですけど、もうちょっとね、距離があってね、難しいですよ。ここもそうなんですけどもね、なかなか明日取れるかなっていう感じではあります。土地の、あれの数もね、あまりないですし、枠がね、まぁ、ちょっといけるかなぁなんて考えてます。まぁ、けど動線今集めないと、ちょっときつくなってくるっていうのはありますね。まぁ、ちょっと前半はちょっと動線を稼ぎたい。先方が欲しい。先方経験値が欲しいと。まぁ、どんどんね、20レベルになったらすぐに覚醒させるっていうのがやっぱ大事になってくるので、その辺ちょっとやっていきたいなと思っています。はい、ということで今現状の報告でございました。またちょっとまた時間経ったらまた放送していき、放送じゃない、録画していきますのでよろしくお願いします。